ザ・ノットです。はい、ありがとうございます。
今日は佐賀県からやってまいりました。ここカッパ、レイブス君のほんま楽しみにしてきました。皆様ご存知、トシオンベースそれから、佐賀ライブバーライジンのオーナーでございます、牛島剛。みんな知ってるね。佐野正です。よろしく。では、これまた古い曲いきます。オキドキストンプっていう、曲で、オキドキオッケーよみたいな、感じの曲でございます。ゲイトマス・ブラウンの曲です。
Bye.
ありがとうございます、A バンドでしょ、なんかね、ザ・ノットって言います、よろしくお願いします、ここ、別府はですね、実はすごい思い入れがあって、私、大阪出身なんですけど、ね、言葉も全然そんな訛りもないんですけど、ほんまに言うてんな、言うてもうてんな、はい、すみません、言うてもうてんな、コテコ、どんどんコテコテになっていくような感じ、すみません、おばあちゃんは実は湯布院に、住んでてですね、で、小学校の頃は夏休みでですね、湯布院によく、軟禁されてましたで、なんか湯布院ってその当時はまだ何もなくてですね、近所の駄菓子屋に行くだけしか楽しみなかったんで、そんな、僕をかわいそうに思った、おばがですね、1週間に1回ぐらい、まだあんのかな、なんか映画館な、ここ結構近くでしょ、いかがわしい町のとこですね、でそこに、連れてもらって、でおばとかは、お店やってたんですよ、グリーンスポットっていうコーヒー屋さん、なんかウェブやったら有名らしいですけど、で、おばはそこのグリーンスポットで働いてるから、僕だけ映画見て、で外に出て、お姉ちゃんたちにね、なんでこんな時間にこの男の子おんねやろみたいな感じでジロジロ見られたっていう、思い出があります。そんなとこに帰ってくれて、ね、すごく幸せです、ありがとうございます。おかえり、そんな、ルーツな旅、の曲をいきたいと思います僕は大好きな、ジミ・ヘンドリックスの曲をやりたいと思うんですけど、ね、結構マニアな感じで、ドライブインサウスっていう曲をいきたいと思います。キーは D。
大先輩で、僕の憧れの、ミュージシャンがいまして、今日はその方が来てるんで、一緒にやりたいと思います。やっていただきたいと思います。オンキーボード今きゅうれひろみ、大きな拍手。大好きです。もうご存知かと思いますけども、元クリスタルキングね。ユリアよ、ユリアエエニの作曲でございます。よくれよく。大ヒットしてるから。今きゅうれさんを、と一緒にやりたいと思います。本日、物販のコーナーにですね、ノガルの CD もあるんですけど、僕の CD もあります、ディケイドっていうアルバムなんですけども、とレッドヒールスという2枚持ってきております。はい、ありがとうございます。はい、佐賀からまあまあ距離あるんで、まあまあ交通費とかもかかったんですね。お買い上げいただくと、ちょっと交通費の足しにしたいと思いますので、よろしくお願いします。
talk to you. CD のタイトル曲ディケイドっていう曲をいきたいと思います。
でした。トシカゾンです。ウッシードラゴンス今きゅうれいじゅんさん、サンバーセットありがとうございました。次はノーガルが出てきます。